皆さんは悪性リンパ腫というがんをご存知ですか？年間で3万5000人以上が発症する血液のがんです。罹患する人の割合は2000年から15年でおよそ2倍に増えています。白血病や多発性骨髄腫と比べても多い悪性リンパ腫、実は日本で一番多い血液のがんです。まずは知ることで備えてください。